ニューストピックスです。今年のゴールデンウィークは、3年ぶりに移動制限のない大型連休となり、石川県内では人手の回復が見られました。今回はこの話題について、社会部の児玉記者に聞きます。児玉さん、よろしくお願いします。お願いします。 初日からもすごい人でしたね、はい、初日の4月29日は金沢着の北陸新幹線在来線特急のうち24本で自由席の乗車率が100%を超えました、はい、北陸新幹線の大型連休中の100%超えは3年ぶりで在来線特急の自由席乗車率も150%を筆頭に17本が満席となりました。そうですか 県内の観初日はあいにくの雨で屋外の施設ではあまり客足が伸びませんでしたがそれでも県金沢城兼六園管理事務所によると29日の兼六園の来園者数は2936人で昨年の連休初日の510人を大幅に上回りました。 好転だった翌日の三十日は、一万九千三百六十五人が訪れ、夜まで大賑わいでした。そうですか。二十九日は屋内施設で、特に人が多かったように思いますね。はい、金沢二十一世紀美術館は、二十九日午後七時までに。昨年の連休初日の三倍となる、八千七百五十六人が来館しました。 尾身町市場も海鮮丼店に行列ができるなど家族連れや若いカップルでにぎわい売り上げが跳ね上がった専用店もありました七尾市ののど島臨海公園水族館の来園者数は3114人で今年度最高を記録しました。皆さんも待待ちに待ったたっいう感じでしたね。 U ターンの時ははどうでしたか、はいターンのラッシュは5日にピークを迎え東京方面に向かう北陸新幹線の指定席は33本中25本で満席となり新型コロナウイルス感染拡大前の2019年の U ターン時と同じ水準に達しました、はい、空の便も満席が相次ぎ一人一人の回復が鮮明になったといえます。はい 緊急事態宣言ですとかまん延防止等重点措置の適用がなくこうのびのびと過ごせた人が多かったんでしょうね、はい、5日の金沢駅のホームは土産物の紙袋や大きなスーツケースを抱えた帰省客6をかけられ埋まり名残惜しそうな表情も見られました。 連休中観光地や商業施設の担当者はいつもの大型連休の光景が戻ってきたと喜びにぎわいが今後も続くように期待をかけていましたはい今回は社会部の児玉久でしたありがとうございましたありがとうございました